皆さんこんにちは。レックで土地家屋調査士試験の講師をしております木村真由美と申します。今日は不動産登記の申請書について少しお時間をいただいて皆さんにお話しさせていただこうと思っています。まず登記の申請書と聞いて皆さんピンときますかね。まあ、このガイダンスを、ね、聞いていただいている方だったら、まあ、土地家屋調査士という資格だったり、ね、あとは不動産登記って言ったら、まあ、ピンとくる方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、まず不動産登記というのはどういったものなのか、ちょっと画面見ていただいて、はい、登記事項証明書、ね、こういったものを見たことある方もいらっしゃるかなと思います。で、これは土地の登記事項証明書になりますが、まあ、その土地がどんな土地なのか、ね、で誰が持っているのか、ね、他人の権利がついているのか、まあ、こういったその土地についての情報を、まあ、登記書と言われるところで、まあ、登録してあり、ね、でこういった情報を誰でも、ね、これ見ることができるんだというのが、まあ、不動産登記制度です。で、土地家屋調査士はこの表題部と呼ばれる部分について、ね、まあ、これだったら土地の所有者に代わって、まあ、登記の申請を行う、これを業としているのが土地家屋調査士なんですが、今出てきたこの登記の申請、まあ、これを行います。で、その登記の申請をする際に、まあ、書面申請だったら申請書というものを書いて登記書に登記の申請をするということになります。で、この表題部にはどんなことが登記されているのかというと、不動産の物理的現況なんですね。だから土地なので、どこにあるのか所在、そしてどんな利用目的に使われている土地なのか、どのぐらいの広さがあるのか、ね、いつどんな原因で発生したのか、まあ、こういったことが記録されるんだけれども、最初にじゃあこういった土地ができたので登記してくださいよというのが、まあ、これ不動産登記の中でも土地について最初になされる土地の表題登記ということになります。で、土地家屋調査士の試験というのは、まあ、択一問題とそれから記述式問題、まあ、書式問題なんていうふうにも呼ばれたりしますけれども、まあ、この2部で構成されていて、この書式問題と呼ばれる部分が、まあ、いわゆる実技試験ということになるんですね。で、この実技試験の部分で申請書を書いて、そして図面を書いてという試験がね、必要になってくるので、この土地家屋調査士試験対策としてこの申請書を書くというところは、もうこれはもう絶対的に外せません。で、試験ちょっとね、見ていただきたいんですが、はい、もしパンフレットね、お手元にある方は11ページ開けていただくと、出題形式というところがあります、ね、で、ここに択一問題20問、そして下に書式とあります。ここに土地に関する問題、建物に関する問題、ね、これ1問ずつ必ず出ます、ね、で、土地についての申請書と図面、建物についての申請書と図面、これ合わせて50点の配点があるということになるので、ここの部分の学習というのが、まあ、どうしても土地家屋調査士試験、ね、これちょっと特殊な学習ということになってきます。ただ逆に言うと、まあ、普段、ね、日常生活ではやらないようなことをやるので、これ楽しんで学習していただける、ね、まあ、そういった受験生もこれたくさんいます、ね、ただもちろんそんなに簡単な試験ではないので、あ、楽しい楽しいで、あ、合格したとはなかなかいかないんです、ね、だから楽しみつつ毎日毎日継続して学習する、これが必要になってきます。で、一般的にはやはりね、1年ぐらいね、これかかるということになりますが、じゃあその申請書、ね、これどんな風に書いていくのか、ね、もうこれはやはり体で覚えていくことになるので、まあ、講座受講していただいたら、もうこれ毎日毎日ね、これ練習していくということになります。で、どんな教材をね、レックでは使っていくのかというと、例えば
今見ましたね。この登記事項証明書の通り、このような土地が発生したので申請書を書いて、ね、表題登記を申請して、でこのような登記記録を作ってくださいというようなね、これお願いをしていくことになります。じゃあ申請書、レックの教材としてはどんなものを提供しているのか。はい、こんな、これ答案用紙です。で実際に問題用紙があって、問題文を読み取って、まあ、ここを埋めていくという練習をするわけです。はい、 A さんの紙なんですけれどもね、こんな風な空欄を埋めていくんです。問題を読みながら、ね、そして裏面が図面になっていて、ここに作図をしていく。作図に関してはこんな三角定規を使って図面を書いていくことになります。ただ今日のガイダンス、これはもう申請書についてのものなので、この今見た表面で申請書を少し書いていこうかなと思っていますが、作図に関してまた別のガイダンスもね、これ上げていきますので、興味があったらこちらの方もね見ていただきたいと思います。そして土地の、まあ、面積の計算というのもしていくことになるので、関数電卓を使って、ね、これ、まあ、座標計算と言いますけれども、まあ、計算なんかもこれ出てきます、ね、で関数電卓なんかもこれはやはり日常生活ではなかなかね使うことはないと思うので、まあ、そういったガイダンスもやはりね上げていこうと思いますので、ぜひご覧ください。はい、ではまずね申請書をちょっと一緒に書いていきたいと思います。まずは何の登記を申請するのか。はい、これ今ね第5問なんていうふうに書いてありますけれども、ちょうど私今ね全体構造の書式編というのを収録している真っ最中なので、そこでねちょっと使っている答案用紙、これをちょっと引っ張り出して持ってきました。はい、登記の目的、ね、これはまず土地表題登記、ね、最初に土地が発生した、もともとあったけれども登記されていなかった、この土地の登記記録作ってくださいというお願いが土地表題登記ということになるので、この登記の目的というところに土地表題登記というふうに書いてしまいます。すごく汚い字でごめんなさいね。土地表題登記、こんな大きいね回答欄はいらないんですけれどもね。はい、そしてこの土地の表題登記にはどんな添付情報が必要なのかな、ね、これはもう授業をね聞きながらもう皆さんには覚えていただくことになりますが、はい、ちょっと時間もないので、土地の表題登記には土地所在図、地籍測量図、所有権証明書、住所証明書、代理権現証書、ね、まあ、こういった添付情報が必要ですよということを覚えてもらって、今口頭で申し上げた土地所在図、地籍測量図というのが図面になるので、それを、ね、裏面で作図していくということになります、ね、まあ、こういった講義がやはり、まあ、なかなか独学では難しいというのがね、まあ、ちょっとイメージはつくかなと思います。まあ、私が受験した頃がまだ15、6年前の話ですかね、もうかなりね昔になりますけれども、やはりこんなの一人じゃ絶対無理だなというふうに思いました。で、まあ、この土地家屋調査士試験独学で合格する人はやはりほぼほぼいないです、ね、まあ、そういった、まあ、試験なんですが、まあ、コツをつかんでとにかくやらなきゃいけないことをやっていけば、これは一発合格もね夢ではないので、ね、ぜひ興味を持っていただいたらチャレンジしてほしいなというふうに思ってます。はい、で続きですけれども、はい、申請人、はい、これはその土地の所有者ということになります。先ほど見ていただいたこの登記事項証明書だと、はい、ここに最初に記録されている、まあ、この株式会社宮島開発、ね、ここが申請したということになります。
ね、だから申請書にはこの株式会社宮島開発の住所とそれから称号、ね、これを申請人欄に書いていきます。はい、そして登録免許税なんていう欄がありますが、登録免許税、税金がかかる登記の申請とかからない登記の申請があって、それも覚えてもらうことになりますが、土地の表題登記に関しては税金はかからないので、ここは何も書かないということになります。はい、では、はい、土地の所在、はい、これはどうなってるのか、はい、今ね順番逆になってますけれども、本来だったらこの申請をすることによってこの登記記録が出来上がるということになりますからね。今ちょっと逆算して書いてますけれども、これが問題文になって出てくるんだと思ってください。はい、所在が川越市、はい、これ市開きって読むんでしたっけね。はい、これをそのまま書いていきます。よいしょ、アップにしますね。川越市しびらき三丁目。はい、そして地番に関してはこれは登記書側でつけてもらうことになるので原則書かない。はい、そして地目、どんな利用目的に使われていますか。はい、建物が建っているんでしょう。はい、宅地とあります。宅地だったら宅地、はい、ここに入れていきます。はい、で土地の面積、はい、175.12 平方メートル、75.12 平方メートル。はい、そしてどんな風に発生した土地なんですか。平成26年2月1日公有水面埋め立て、はい、平成26年2月1日公有水面埋め立て、はい、これでここに記録される地目、地籍、原因、日付、はい、そして所在、はい、これらを申請書に書きました。はい、そしてはい、まあ、飛ばしましたけれども申請人欄、ここは株式会社宮島開発、ね、これを書くことによってこの登記の申請をします。はい、そうするとこの申請を受けて登記官が適法な申請だということで登記を完了するとこの登記記録ができるということになります。はい、そして宮島開発の名前で表題登記が作られて初めてこの表題部というものができます。はい、そしてその後に権利に関する登記、宮島開発は所有権保存登記をします。はい、そうするとここ河川が引かれているのは抹消事項を示すので所有権保存登記がなされるとここが抹消される。要は所有者誰なのっていうのは以後こっち権利部の項区というところで見ていくので表題部所有者としての表示はいらなくなるよということで、まあ抹消される、こんなイメージです。はい、こういった形で申請書を作成する、これを問題文から読み取って書いていくんですね。でさらに作らなければならない図面というのを作成していくということになります、ね、これが土地の試験で、ね、土地について25点、建物について25点、ね、で計50点満点で残りは択一問題20問で50点満点100点満点の試験ということになります。これを2時間半の時間で解いていく、
これ勉強始めてみると2時間半というのがどれだけ短いかというのをね、これ痛感すると思います。ただやはり教科書を開いて勉強しているだけではなく、まあ、こういった日常的に、まあ、使わない関数電卓だったり三角定規だったり申請書を書くなんていうのも、まあ、不動産登記の申請書なかなかねこれは書く機会はないかと思うので、もちろん補助者さんも、ね、今土地家屋調査士事務所で働いてますなんていう方も全く、ね、そういった経験のない、ね、今別のことやってますなんていう人も受験生はものすごく幅が広いです、ね、今どんなことやってるかっていうところから、あとは年齢もものすごく幅が広いです、ね、もう今は大学生の方もいらっしゃいますし、あとはかなり年配の方もいらっしゃいます、ね、まあ、とにかくこんなコロナの時期で、やはり不安定な情勢ですからね、資格を取ろうという方はかなりね増えてるんじゃないかと思います、まあ、その選択肢の中に加えていただければと思いますので、ぜひ興味を持っていただいたら他のガイダンスなんかも見ていただいて、そして遠慮なくね、質問等ありましたらお問い合わせいただければと思います。はい、ということで今日はね申請書って何なのかというお話をさせていただきました。ではこれで失礼いたします。